皆さん、こんにちは。恐竜博士チャンネルへようこそ。今回の動画は、ダスプレトサウルスに近縁の恐竜とされているティラノサウルス亜科の肉食恐竜テラトフォネウスを紹介していきます。2011年というまだ発見されて間もないティラノサウルスの仲間であるテラトフォネウスは一体どのような恐竜だったのでしょうか。今回はそんな多くの謎に包まれたテラトフォネウスを恐竜博士が分析し解明していきます。このチャンネルでは恐竜のことをもっと詳しく子供から大人まで楽しくわかりやすく学べる動画をモットーに作っています。古生物や歴史などに興味がある方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは一緒に恐竜の世界を覗いてみましょう。テラトフォネウスは約7700万年前の白亜紀後期に生息していた大型肉食恐竜です。全長約6メートル、体重は約700キログラムと推測されています。これはまだ大人になりきっていない亜生体の個体の化石です。ですのでこれからまだまだ大きくなることが予測されます。テラトフォネウスの名前の由来は古代ギリシャ語で怪物という意味を持つテラスと殺人者の意味を持つフォネウスからテラトフォネウスと名付けられました。いかにも獰猛で恐ろしい恐竜だったのかがわかりますよね。生息地はアメリカのユタ州。分類は獣脚類ティラノサウルス亜科。アメリカ、ユタ州の公用地で、亀の化石を探していた研究者らが、獣脚類の痕跡を発見します。その後、さらに発掘を続けると、その獣脚類の複数の個体の化石が、雑多に混ざり合った状態で見つかります。同じ場所で、同じ時に死んだと思われるこの化石を見た科学者たちは、これは、ティラノサウルス類が、社会的な集団を作り生活していた証拠だ、新たな発見につながる、と指摘します。そう、ユタ州、カイパロウィッツ類層で発見された、その恐竜の化石は、ティラノサウルスの仲間の化石で、2011年、その恐竜は、テトラフォネウス、殺戮モンスターと命名されます。しかし、頭の一部や前足、脊髄などの一部の化石しか発見されていないため、未だ謎に包まれている恐竜ではあるのですが、アルバートサウルスやダスプレトサウルスに近い恐竜だったことが分かっています。また、ダスプレトサウルスから派生し、進化を遂げた種の一つであるとされています。そして、テラトフォネウスが発見された場所から、次のようなことが新たに発覚します。これまで発見されたティラノサウルスの仲間は、どの恐竜も北米大陸とアジア大陸から見つかったものばかりでした。北米に限ると、ティラノサウルス1群メンバーは、アメリカとカナダの国境付近で発見されています。しかし、テラトフォネウスは、1群メンバーと約1000キロも離れた南のユタ州に住んでおり、1群メンバーの生息していた環境とは全く異なります。気候も植生も大きく異なり、ティラノサウルスの一群メンバーは、涼しい地域を好むと思われていたのですが、テラトフォネウスの発見により、ティラノサウルスの仲間の恐竜たちは、環境の違いなどものともしないということが分かったのです。ティラノサウルス科の恐竜たちが、いかに優秀な恐竜であったのかが証明されましたね。先ほども少し触れましたが、テラトフォネウスは、ティラノサウルスやタルボサウルスより原始的な恐竜で、ティラノサウルスの祖先である、ダスプレトサウルスの派生で進化を遂げた恐竜だとされています。ということは、ダスプレトサウルスに限りなく近い恐竜であったということがわかりますね。これらのデータをもとに、恐竜博士なりに、
テラトフォネウスの特徴や生態を分析してみたいと思います。テラトフォネウスは、ダスプレトサウルスと同じ時代に生息していた恐竜なのに、なぜ同じ場所に生息していなかったのか、そして同じ時代に生息していた恐竜なのになぜ進化を遂げることができたのか、そこが疑問点になります。それらを踏まえて考察していくと、テラトフォネウスはダスプレトサウルスの進化ではなく変化を遂げたのではないかと私は考えています。つまりどういうことかというと、ダスプレトサウルスとは生息環境の異なる恐竜、ダスプレトサウルス亜種なのではないかということです。モンスターハンターのゲームなどでもありますよね。同じモンスターでありながら、住みかや好む環境が変わり、それにより、ステータスや性格も異なり、もともとは同じモンスターでありながらも、別のモンスターになるといった感じです。おそらく、テラトフォネウスも、モンスターハンターのゲームのように、原種であるダスプレトサウルスが何かしらの変化により、亜種となり、その姿がテラトフォネウスではないかと考えています。亜生帯で発見されたテラトフォネウスの化石は、全長約6メートルで、ダスプレトサウルスの生態が全長約9メートルと体格も似ていますし、実際、ダスプレトサウルスの派生の恐竜という研究結果も出されています。また、ダスプレトサウルスはティラノサウルスの祖先ということもあり、性格は非常に獰猛な性格をしています。ということは、ダスプレトサウルス亜種であるテラトフォネウスも同様、獰猛な性格で、殺戮モンスターという恐ろしい名前を付けられるのも納得ですよね。つまり、テラトフォネウスはダスプレトサウルスと同じ体格や、ほぼ同じ特徴や性格をしており、ダスプレトサウルスの亜種ということから、共にティラノサウルスの祖先だったのではないかということです。では、なぜ、ダスプレトサウルスは、テラトフォネウスに変化を遂げなければいけなかったのでしょうか？その理由は、ダスプレトサウルスが生息していた時代、同地域には、ゴルゴサウルスというティラノサウルス科の恐竜が生息していたからだと考えています。ティラノサウルス科の恐竜は、ティラノサウルス亜科の恐竜と同じ、ティラノサウルスの仲間ではあるのですが、ティラノサウルス亜科の恐竜の方が、ティラノサウルスに近縁で、ティラノサウルス科の恐竜は、ティラノサウルスの特徴を持ちながらも、それぞれ、独自の武器を持っていたり、少し生態が異なります。アルバートサウルスがわかりやすい例えで、彼らは、パワーではなく、スピードが武器ですよね。つまり、同じティラノサウルス類ではありますが、環境下においては仲間ではなかった、ということになります。ですが、ダスプレトサウルスは南部、ゴルゴサウルスは北部で多く化石が発見されていることから、彼らは同じ大陸ではありますが、お互い離れた場所で生息していました。しかし、すべての個体が離れた場所で生息はしていなかったと思いますし、同じ環境の大陸で暮らしている以上、やはり争いは避けられません。そのようなことから、ダスプレトサウルスは、テラトフォネウスへと変化を遂げ、環境の違うユタ州へと移住したのではないかと考えています。ユタ州は気候も違いますので、ティラノサウルス科の恐竜であるゴルゴサウルスは、おそらく近づくことはできないでしょう。結論、ダスプレトサウルスは生き抜くために、また、ゴルゴサウルスとの争いを避けるために、テラトフォネウスへと変化を遂げ、ユタ州へと移住した。これが恐竜博士の分析です。実際のところ、テラトフォネウスの化石があまり発見されていないため、情報が少なく、すべてが謎に包まれています。しかし、その多くの謎に迫っていくのが恐竜博士だと思っているので、これからもこういった分析や考察は続けていきたいと思っています。皆さんは、殺戮モンスターと呼ばれるテトラフォネウスを、どのような恐竜だと考えますか？皆さんの分析や考察も知りたいので、ぜひコメントで教えてください。ティラノサウルスの仲間である恐竜たちが
新たに発見されるのは嬉しいですし、今後もテラトフォネウスの研究に期待ですね。それでは次回の恐竜博士チャンネルでお会いしましょう。